大越西はシンガポールの女子卓球選手。戦型は全人速攻型。世界ランキング自己最高位は5位。日本語が堪能。1980年6月10日、中国の遼寧省安山に生まれた。2000年代前半に日本の実業団16銀行でプレーしたこともある。2004年12月シンガポールの市民権を獲得。 2005年6月の ITTF プロツアーで初参戦し、ダブルスで準優勝を果たした。その後2006年には、横浜市、バイロイトの大会で優勝。2007年の世界選手権ザグレブ大会のダブルスで準優勝。2008年の世界選手権、公衆大会で準優勝。北京オリンピックの団体で、 シンガポール2960年ローマオリンピックウェイトリフティングの陳康介以来48年ぶりとなる銀メダルをもたらした。2010年の世界選手権モスクワ大会では決勝で中国のリュウ・ウタ・オブリヒョウタか自然イ孫と共に3から1で勝利、シンガポールの初優勝に貢献した。ロンドンオリンピックのシングルスでは準々決勝で、 石川霞から1セットを選手したが1から4で、敗れ、ベスト4を逃した。団体戦でも準決勝で日本に敗れたが、3位決定戦で韓国を破り、銅メダルを獲得。オリンピック終了後、現役を引退。ありがとうございます。